イケメンホテルチーム B の富山県出身ハルピョン橋本春奈です。眠たい。イバジュンさん、ハートありがとうございます。サプライズレバーさん、お月見団子ありがとう。もう今本当に寝起きして起きて歯だけ磨いた状態。眠いですね。めっちゃ朝やるの珍しい。いや、そんなことない。こう仕事で立て続けとかなんかギリギリみたいな時はね、たまに朝もやったりしてるので、そんなめっちゃ珍しいわけではないけど、確かに基本夜だね。夜の方が人が来てくれるからそう、おはよう。いや、なんか今日のその静岡の除幕式がなんかまあまずまあ終わる時間とかもわかんないのと、まあ多分普通に終わったら間に合うんだけどね、配信は。あとはなんかもう疲れて眠いってなってるかもしれないのとか、そう、明日もあるし、今ちょっと瞬間的にできるなと思ったので、ちょっと朝配信するよとは言ってなかったんですけど、今やっちゃおうと思って。でも今日はメンバーも4人一緒、そう、私含めて4人で一緒だし、まあしっかりしてるおりんちゃんとまなかちゃんと先輩のめぐさんと一緒なので、気負わずのほほんと
人だったからさ、一条でひかるさん、すすき D さん、なんだっけ、お月見団子ありがとうございます。ちゃんと眠い。25分から始めてるから、25+15、40分ぐらいか。もうちょっとできる。昨日はリバース投稿したっけ、あの後、投稿した後のすぐの時間ぐらいに寝た。投稿っていうか、何なんて言うんだっけ、これ DM。 なんか今日は本当に無理しては来ないでねっていう気持ちでいっぱいで、みんなにも静岡、福井とか来ていただいたりした方も多いですし、静岡もね遠いし、前日だし発表が、そうなんで発表が前日だったんだろうっていうのはすっごい疑問でしかないんですけど、でも だから本当に静岡近辺で来れる人と、あとはまあ仕事を無理しては休まないで大丈夫みたいな人、来てください。そう、無理してじゃないから休むのみたいな、ちょうど今日休み取ってたんだよねとか、なんか静岡めっちゃ近いんだよねとか、富士山空港なんだよねとか、の方ぜひ来てください。そしてなんだっけ、明日も池袋でお渡し会があるので、みんなそっちにも来なきゃいけないから、うん、静岡よりそっちの方が来てほしいかなって感じかな。てか多分関東圏の方々は来やすいだろうし、
そう、都内だし、まあもともとなんか前回の発売日の時になんかそういうイベントがあったから、もともと AKB のシングルが発売されるって聞いた日から開けてるよって方もきっと多いと思うんですよ。そうだからね、明日は池袋に集合って感じだけど、直吉さんハートありがとうございます。そう、なんかもう27日は開けてますみたいな人が私のファンの方の中には多かったので、輝き48さん、 D さんハートありがとうございます。眠たいね。でも通勤ラッシュですよね、この時間って。マジでやだもう無理って感じ。なんか全然朝からレッスンあることに対して、いや全然起きるよって気持ちなんですけど、もうその潰されるのが嫌、それだけが嫌だ、だからだから朝のレッスンは気が乗らないでも頑張る。レッスンで覚えなきゃいけない。もうすぐ時間かな、きっと。ちょっとランキング読みますね。ちょっとまだこの後着替えもしなきゃ、さすがにめっちゃ今寝巻きなので、寝巻きでレッスンは寝巻きで行けるんですけど、ちょっと静岡は寝巻きで行くことはちょっとね危険なので、危険ではないけどちょっとあれなので。あ、ちょうど15分経ったということで、ランキング読みたいと思います。いきます。1位 D さん、2位サプライズレバーさん、3位育児の大吾さん、4位直吉さん、5位ネバーストップアットあわら温泉楽しかったさん、6位イバシュンさん、7位一乗寺ヒカルさん、8位マークーンさん、9位くるみミルクさん、10位ともゆきさん、11位やっちんさん、12位こにたいみずさん、13位ベブモンさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。本日のラッキーナンバーは盛り上がり2718、盛り上がりなので18位、まあいいかさんです。ありがとうございます。ということで、この後レッスンから静岡除幕式があるんですけれども、頑張りたいと思います。ほんとみんなの多分前にいる時間、静岡で
いる時間もそんなにめっちゃなんていうのめっちゃ長いってわけじゃないから、いやせっかく来てこれだけかよって思うかもしれないから、そうだから本当にみんな無理せず、まあ、静岡近辺の方とか本当に無理せず行けるよって方来ていただけて、写真いっぱい撮っていただけたら、まあ、来れないファンの方にもその発表の可愛さを伝えていただけたら嬉しいなと思うので、来れる方はぜひ来て写真可愛い写真をいっぱい撮っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっと私自身も静岡の除幕式がどういう感じになるのかっていうのがまだ分かってないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、よろしく。それではありがとうございました。また静岡で、明日の方は池袋で、夜配信はまあちょっと疲れ度合いとそうもう疲れてるかもしれないから、疲れ度合いとあとはあの時間といろいろ見て決めます。それではおやすみ、おやすみじゃないや、ありがとうございました。またね、バイバーイ、ありがとう、行ってきます。